ドエイン・ジョンソンはアメリカ合衆国の俳優、映画プロデューサー、元プロレスラー。リングネームはザ・ロック。カリフォルニア州ヘイワード出身、ホームタウンはフロリダ州マイアミ。祖父、唐ともに名プロレスラーであり、三世、プロレスラーとして知られる。身長196センチメートル、体重118キログラム。 2001年のハムナプトラにで映画俳優としてデビューし、2003年から本格的に俳優としての活動を開始した。プロレスやアメフトのバックグラウンドを活かし、俳優への本格転向後も役作りに必要ならば、ビルドアップした肉体やアクションを見せている。なお2011年の復帰以降も、WWE 公式サイトでは体重260ポンドとされている。ザロックとして、 意外な男、すべての娯楽界一痺れる男、皆の王者、猛牛、ロッキーなど数多くのニックネームを持つ。猛牛のモチーフは、オリジナルデザインの王座ベルトやグッズにも用いられている。他、右肩には、彼の象徴でもある塊を吊り上げた表情をした、赤目の猛牛のタトゥーが施されてある。モデルは、子供の頃から好きだったというインド牛で、粘り強いが、 同時に優しく、感受性も豊かという意味が込められている。また2003年頃から、左半身を中心に、サモアの伝統的な入れ墨を加え続けている。なお、日本においては、ロック様と呼称されることが多いが、これは自らを三人称で語る口調を、WWE の字幕放送を行っている、J スポーツ及び、翻訳会社のルミエールが、 そのように訳したことから始まるとされる。プロレスラーとしては、WWE デビュー当初こそ凡庸なキャラクターで観客の不評を買ったが、徐々に、精悍な顔立ちに高い身体能力と優れたマイクパフォーマンスの能力を発揮していき、わずか数年で高い人気を獲得した。試合中、リング外を問わず、観衆を沸かせることに非常に長け、 グラウンド的なレスリングスキルの意味に限定されない高いレベルの総合的なプロレスのセンスを持っていた。特にスティーブ・オースチンのスタナーなどの技を受けた際に身体能力を活かし派手に跳ね上がるような受け身を行うのも特徴的であった。俳優としてもコミカルな演技やアクションシーンなどでプロレスラーとしての経験が発揮されている。活動開始当初は B 級映画の出演が多かったものの、2009年のウィッチマウンテンのヒットを契機に着々とヒット作への出演が増えていき、2013年にはホーブス調査のハリウッドスターの収入ランキングで5位に入った。以降2018年現在まで上位に座り続け、ハリウッドスターとしての地位を確かなものにしている。また2013年のオーバードライブを皮切りに、 徐々に制作側として参加することも増えている。日本でもワイルドスピードシリーズなどの出演により肉体ハークション俳優としてプロモーションされる機会が増えている。1990年代末から2000年代初頭の活躍によりすでにプロレスラーとしては成功しきっていることもあり、インタビューで引退をほのめかすような言葉を口にすることもあった。2019年まで正式に プロレスラーとしての引退を宣言してはいなかったが、その時点においても、基本的には、俳優としての活動が主であり、俳優としても評価され契約から万が一にも怪我、できないため、2011年の WWE 復帰後もレッスルマニアなどの大舞台での散発的な試合復帰に止まっていた。事故が起きる、可能性も考慮され、自分で車も運転できないという、母方の祖父は、 ハワイマットの重鎮で伝説のサモア人レスラー、ハイチーフピーター・メービア。父も絶大な人気を誇った黒人レスラー、ソウルマン・ロッキー・ジョンソンというレスラーの家庭に生まれ育つ。どんな人種にも見える彼の独特の肌は、このサモア系と黒人のハーフという珍しい血統による。もともとはプロレス志望ではなく、ハイスクール時代からアメリカンフットボール選手として活躍し、 多くの大学からのスカウト受け損の中のマイアミ大学に進学。怪我に悩まされながらも同校のチーム、ハリケーンズでディフェンシブラインの花形選手として活躍し、1991年シーズンのオレンジボールに勝利した。学業では犯罪学を学ぶ。卒業後は NFL を目指すが、指名がかからず、 カナダのフットボールリーグ CFL で NFL 入りを目指すもひどい生活の中、一年ほどで解雇されてしまい、プロフットボーラーを断念する。なお、この当時からグレートムタのファンでもあったことを公言している。その後プロレスラー転向を目指し父とロンスリンカーのコーチを受ける。その後、パッドパターソンの紹介を得て、WWF でトライアウトとして、 テレビ収録のダークマッチで2回ほど試合を行う。その後、1995年にテネシー州メンフィスのアスワでデビュー。当時のリングネームはフレックスカバーナだった。この当時の一晩のファイトマネーは40ドルほど。二度目のトライアウトでついに WWF に昇格。1996年11月に PPV 大会サバイバーシリーズで WWF デビュー。 当初は、父と祖父の名前にあやかった、ロッキーメビアというリングネームで戦い、トリプル H を下して、i c o 王座を獲得するなどしたが、注目を浴びなかったため方向転換を余儀なくされた。しかし、キャラクター後期には、典型的なベビーフェイスにもかかわらず、最低コールを浴び、彼を正当派フェイスとして、売り出そうとしていたビンスマクマホンは、どこで間違ったんだと唖然としたようである。 その後、本人の意向もあり、ジムロスが、ロッキーではなく、ザ・ロックに変更してはどうか、とビンスに勧め、ザ・ロックが誕生するに至った。1997年5月にヒールターンし、黒人市場主義のユニット、ネーション・オブ・ドミネーションに加入。その後、ノットのリーダーであったファルークと倹悪になり、ユニットから追放し自ら、リーダーとなる。リングネームを、現在のものに変え、 コスチュームも無駄に派手なものから黒を基調としたショートタイツとブーツに変更。髪を切り、あとはカリスマ性と創造性で見せるようになった。スラングを多用した独舌トークから人気に火がつき、一気にスターダムへの仕上がり、WWF、WWE の顔というべきスーパースターの一人となった。その人気ぶりはストーンコールドスティーブ・オースチンと並び、 ひとたび彼が入場すれば、オースチン同様爆発するかのごとき歓声が、会場中に響き渡るほどである。当時の WWF 王座戦線は、ブレッドハートや、ショーン・マイケルズの独占場だったため、i c o 王座をめぐりオースチン、ケンシャムロック、オーエンハートらと、熾烈な構想を展開。トリプル H とはそれぞれ率いる DX と、ノットとの軍団構想でも対決した。 1998年11月18日、サバイバーシリーズで行われた、WWF 世界王者決定トーナメントを制し、当時最年少記録の26歳で王者となる。以降、マンカインドや、トリプル H、ジアンダーテーカーなどのライバルたちと、WWF 王座をめぐって、名勝負、名インタビューを連発し、WWE のアティテュード時代を象徴する選手となった。 特に、ストーンコールドとの WWF 王座戦は二度に、わたって、レッスルマニアのメインイベントに組まれており、これを含め4年連続で、同大会のメインイベントを務めた。2001年 WCW が、九州合併された際には、WCW 王座を獲得している。2002年3月1日、日本の横浜アリーナで行われた、WWE のハウスショー。 スマックダウンツアーライブインジャパンでプロレスラーとして初来日を果たした。この時はクリス・ジェリコと WWE 統一ヘビー級王座をかけた王座戦を戦い日本のファンを熱狂させた。レッスルマニア183月17日のレッスルマニア X8 で事実上のメインとして行われたハルク・ホーガンとのアイコン VS アイコンは その歴史的な試合意義も含め名勝負として名高い。これに前後して、スタートレック、ボイジャー、ハムナプトラに黄金のピラミッドへのゲスト出演をきっかけに映画俳優転校を志し、スコーピオンキングで初めて主演を務めた。この作品の撮影からの復帰後にも、WWE 統一ヘビー級王座を獲得したが、サマースラムでブロックレスナーに敗れて転落。 2003年1月に WWE に復帰すると映画スターとしてのキャラクターを誇張するヒールに変貌を遂げる。ノーウェイアウトではホーガンとの再戦。レッスルマニアジックスではストーンコールドとの3度目となったレッスルマニアでの対戦。バックラッシュでは WCW 最後の大物ビル・ゴールドバーグの WWE 初試合と正規の対決を連発した。 2004年、当時エボリューションと構想していたかつての相棒、ミック・フォーリーを助けるために3月1日の RAW に登場した。そして3月14日のレッスルマニア XX では、ミック・フォーリーとのタッグ、ロックン・ソック・コネクションを復活させ、エボリューションとのハンディキャップマッチを行ったが、試合には、敗れてしまった。5月17日には、 ジョナサン・コーチマンに攻撃されていた友人を助けるために突如登場。途中友人に好きなレスラーはトリプル H と言われてしまう一幕もあったが、二人でコーチマンを一周し大歓声を受けた。6月21日に自身の地元マイアミで行われた RAW にも登場している。そこでは自身と同じ賛成スターであるランディ・オートンと口論となったため、 GM のエリック・ビショフに追い出されるような形で会場を後にしたが十分に存在感を見せつけた。しかし、これを最後にロックは WWE のリングから7年弱もの間遠ざかることになった。2007年3月12日の RAW にビデオながら突如登場し、レッスルマニア23で行われるビンスマク・マホンの代理選手、馬鹿とドナルド・トランプの代理選手、 ボビー・ラシュリー勝負について語り、久々に決めゼリフも披露した。2008年3月29日、祖父・ピーター・メイ・ビアと、父・ロッキー・ジョンソンの WWE 電動入りを紹介するプレゼンターとして式典に姿を見せた。同年公開の映画、Get Smart では、メインキャストの一人として、スパイを演じている。この年、米国の雑誌、 エンターテインメントウィークリーのインタビューに答え、私はそのニックネームと共に全てを築いてきたことを承知しているが、そのネームバリューなしに何かもっと多くのことができないものかずっと模索してきた。ザ・ロックから同イ員、ザ・ロック・ジョンソンへ、そして同イ員・ジョンソンへと変わるのは自然の成り行きなんだと語り、ザ・ロックというキャラクターと決別する意思を持っていることを明らかにしていた。 2009年には、主演映画、ウィッチ・マウンテン、地図から消された山は、北米での公開集の興行成績が1位となるなど、俳優としての注目度及び評価も徐々に上昇していった。同年、スマックダウン10周年記念放送にビデオメッセージで、久々に出演。当初は自らを、ドーエイン・ジョンソンと名乗り映画スターとして落ち着いた口調で話していたが、 次第にザ・ロックのキャラクターを思い出していき、最後は往年のロック説を聞かせ、復帰こそ明言しなかったものの、今なおスマックダウンの主役は自分であること、RAW のホストとしての出演を示唆するなどした。2011年2月14日、アナハイムで開催された RAW にて、レッスルマニアのホストを務めるという形でおよそ7年ぶりに、ロックは、 WWE のリングに姿を現した。前世紀と変わらない、大歓声で迎えられる中、往年の決め台詞を披露すると、現在もはや自分と同格の存在にある、ジョン・シナと、当時の WWE 王者、ザ・ミズに対して、痛烈なマイクアピールを行い、対決姿勢にあることを示唆した。そして迎えた4月のレッスルマニアイクスバイでは、オープニングでマイクパフォーマンスを行うと、 バックステージで往年のライバルストーンコールドと久々に対面した。さらにメイン戦のザミズとシナの WWE 王座戦がダブルカウントアウトに終わるとすぐさま登場。その場で反則最低なしでの再試合を命じる。すると再開直後にシナにロックボトムを見舞い、シナの王座体感を阻む。運よく王座防衛した水にもピープルズエルボーを浴びせた。 翌日の RAW でシナの呼びかけに姿を現し、翌2012年のレッスルマニア X5 での一騎打ちを誓った。またこの試合へのカウントダウンも WWE 公式サイト内で開始された。5月2日の RAW はロックの誕生日スペシャルと銘打たれた。番組内ではアメリカテレビ界における著名番組のホスト、サミュエル・エル・ジャクソンら映画俳優や、 NBA 選手らが祝福のコメントを寄せた。またピットブルがパフォーマンスを行ったほか、マイアがハッピーバースデーを熱唱した。さらに終盤には、ビンス・マクマホンが登場、ディディのカミングホームを BGM に使用したトリビュートビデオを披露し、花を添えた。その後、久々に復活したタフイナフにゲスト出演。 未来の WWE スーパースターたちの目の前で衰えを感じさせないリングワークを見せつけた。他にも2011年の復活以降は様々な形でたびたび WWE の番組に登場している。一方、正式な試合自体はレッスルマニアでの大使な戦まで行わないのではとの憶測も飛んでいた。しかし2011年11月、アールトゥルースと ザミズのコンビに苦しめられていたジョンシナによる指名を受け、マディソンスクエアガーデンで開催されたサバイバーシリーズでシナとタンクを組み、7年半ぶりにリング復帰を果たす。試合ではまだやれるコールが巻き起こるなど健在ぶりを見せ、最後は水を得意のスパインバスターからのピープルズエルボーで沈め見事勝利した。試合終了後にはシナにロックボトムを食らわせ、 レッスルマニアでの対戦へ向け強いインパクトを残した。そして迎えた2012年4月1日、レッスルマニア28にて、ジョン・シナとシングルで対戦。お互い同格の存在なものの、観客はロックを支持するものが多く、シナが入場する際にはブーイングが多々あったが、ロックは大歓声の中入場した。試合はシナに攻め込まれる場面が見られるも、スパインバスターや、 ピープルズエルボー、ロックボトムなど全盛期を彷彿とさせる動きを、見せ観客を大いに沸かせる。試合は、お互いの必殺技を出し合いながら30分以上の激闘となり、試合後半は疲れが見えたものの、最後は品がピープルズエルボーを模したところへ、カウンターのロックボトムを放ちそのまま3カウント。1年にわたる長い構想は、ロックの勝利となった。 7月23日の RAW 旋回特番に再び登場し、2013年1月に行われるロイヤルランブルにて WWE 王座に挑戦することを発表した。その後、同日行われていた CM パンク対ジョンシナの WWE 王座戦に乱入したビッグショーを制するため自身も乱入したものの、ピープルズエルボーの最中に CM パンクからの攻撃を、 受け、ダウンさせられた。2013年前日のロイヤルランブルにて、WWE 王者 CM パンクと対戦。一度は、第三者の介入もあり、CM パンクに敗れるが、直後に、幕間本会長の指示で再試合が行われ、ピープルズエルボーでフォール勝ちを収め、11年ぶりに、WWE 王座を獲得した。4月7日に行われた、レッスルマニア29の、 メインイベントでも、シナとのシングルマッチが行われ、激闘の末に敗れ、WWE 王座を失った。2014年4月6日に行われた、レッスルマニア30で、レジェンドのホーガン、オースチンらと再会し、トークをし合った。1月25日に行われた、ロイヤルランブルのバトルロイヤル戦に登場して、親戚のローマンレインズの優勝を祝福する。2015年、 3分間で自撮り写真を105枚撮影したとしてギネス世界記録に認定されたが翌2016年にドニー・オルバーグが122枚の記録を出しその記録は破られたその年米ホーブス氏の最も稼いだ男優2016で第1位を獲得推定収入は6450万ドルまた米語ゴラクシピープルの 最もセクシーな男性に選ばれた。そして、ディズニー映画、モアナと伝説の海で主要人物のマウイを演じ、声優デビューも果たした。さらに2017年、ベアップル社のアプリケーション、シリの CM、ザ・ロック・シリに出演し、日本でも放送された。2016年のエリック・ローワン戦以降、ロックは全くリングに上がらず、たびたび顔を出しては、マイクパフォーマンスするのみに止めていた。 このことから引退したのではと噂されていたが、2019年8月1日、米テレビ番組に出演し、レスリングからは引退したと公言した。2019年8月18日、ハーイにて12年来の恋人と挙式した。ロック自身二度目の結婚になる。2020年8月、XFL をレッドバードキャピタルと共同で買収して、共同オーナーになる。 2020年9月27日、アメリカが衆国大統領選挙で民主党候補であるジョー・バイデンの支持を表明した。ロックボトムこの他に、ロック自身の言葉ではないが、インタビュー中に会場のファンたちが、ロッキーとコールし、ロックはインタビューを中断して、そのコールに耳を傾けるというお約束もある。これは、控え室の選手、そして視聴者を引きつけるためである。 このため、ロックのインタビューは事前収録されず、必ずその場で収録されるという。また、ロックはセリフの中で独自のスラングを使用する。ありがとうございます。